風が強く空気乾燥していますので、火の取り扱いにお気をつけください。こんなとこにね、こんなところに。ああ、そうなんだ。なんかさ、新しくまた作ってるせいだね。ほう。何本？4本？ペグ。これ。入るかね。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。ご苦労様です。さあ、じゃあ立ててみましょうか。これね、広げた時にどうやって折ってあるかを確認しとかないと帰りに。ああ、入らなくなるってか。そうそうそう、これが折り込んであるってことね。はいはいはい、なるほどね。で、説明書はないの？説明書じゃないの？あ、なに、説明書ないの？ご自由にお立てくださいシステム、自由すぎるだろ。あ、本当だ、何も入ってない。なかなか上級者向けのタープなんだね。そうですか、じゃあ自由に立てましょう。ちょっと待って、やめてやめて、いい、ちょっと待って。飛ぶ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 、もう砂だらけで、もう手繰り回されて、もてくり回されたよ、もう。ああ。うわあ、すげえ。いや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 。わあ。すごいすごい。おお。組合大変なことになってる。ここと、ここを一回止めればいいね。ここロープ、そしてペグ。そういうこと？ロープじゃない、やっぱり。ロープペグじゃん。こんなに長さいるの？ロックシール。あ、そうそうそう、ロックシールですよ、確かに。止まるんだ。どうやって貼ったの？おはようございます。おはようございます。今日はですね、はい、ワンティグリスさんから商品の提供いただきまして、はい、試し貼りしたいと思います。商品名はロックシールという商品で、フォーマップとシェルターとテントを混ぜたようなついてますね。今日ね、自分のパラコード持ってきたいんで、これを使ってちょっと貼っていきたいと思います。全部はこんな感じですね。あと、早速貼っていきたいと思います。よろしくお願いします。え、これも動いてるし。設営完了しました。終わってんのかい。終わってるし。はい、終わりました。いや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 、どうやって立てたんだよ。何？この中入るの？あんた汚いんだけど。よいしょ。はい、どうぞ。いやいやいや、ルーちゃん無理だよ。抱っこしてられないよ。
しょ。ルーちゃんは何やって、真っ白この子。出て、ルー、出て、アウトして。何やってる、ここはお家、お家じゃないんだよ。はぁ、どうしたのこれ。すげえ、いつの間に。ちょっと待ってね、ルーちゃん。よっしゃ、これあればもう完璧だよ。めっちゃハンマーもあるし。こっちか。ちょ、落ち着いてくれ。よし、これが、右側だから、こっち。これぐらい？いや、これさ、入れんのはいいけど抜けんのかな。だからみんな抜けないって言って、あんま入れない方がいい。そうだよね。いや、すげえなこれ、優秀。ポカチ。もう見えたね。もう完成見えたね。こんな感じ？ああ、なるほど。こうか。これがそのまま入り口の目になるんだ。撃っちゃうよ。怖いんですけど。ああ、ボールね。違うんだよ、これさ、ぼっちが戻ってこない。ちょっと待って、これ何本つなげんの。だって割れば分かるよ。割れば分かる。何本ずつだった。さっき4本ずつじゃなかったっけ。あ、割ればってそういうこと。痛い。なんだよこれ。で、これママも。チャック20になったの知ってる？チャック20？あ、本当だ。20だ、これ。今流行りの20ってやつですね。今流行りの20か。タープヨレヨレ。これにお肉後で入れます。うん、肉団子もあったから入れちゃった。あ、肉団子あったんだ。お鍋にしようと思って持ってきてたんだけど、すき焼きに変更したから。お鍋いいでしょ。いいね、サイズ感がちょうどいいね。そうなんだ。なんでここへ。外は寒いよ。いいね、横森。これだって昼間ほど吹いてたら開けてらんないもん、ここ。うん、砂だらけになる。食べてる人から砂だらけ。砂嵐だよ、本当に。ダイヤやめて鍋にする。車の中、まあ天候によりけりだね。これぐらいだったらまあできなくもないけどさ。食べたら入ればいいもんね。うん、だけ下でやめて。ああ、それもいいし。いらないじゃん。うん、いらん。ここではいらないよ。うん、だってみんなタープ立ててない。うちだけでタープ立ててる。タープ抜かないから。それを知ってる人たちなんだね。うん、だってみんなさ、手
テントしっかり立ってんじゃん。さっきだって風吹いててさ、バサバサ言ってんのうちとタープが。そうだね。うん、うん、うん。美味しい？うん。うん。いいね。これ本当に水な？かっちゃいんだけど。ちょっと柔らかく食べたいなと思って水菜にしたんだけど、春菊より辛いね、これ。針金食べちゃった。本当だね。いや、芸が強いだね。うん。このままさ、ゆるキャンはさ、あのドラマだけ？漫画ってこと？アニメ見た？あ、見てない。見てないでしょ？うん、俺さ、ママに黙ってたけど、うん、この3日間ね、ずっと見てたの。一人で。ニヤニヤしながら。すげえことが分かった。実写ではやってなかったけど、アニメの方で、めっちゃダンディーなおじさんが出てくるのね。一人でソロキャンプやってて。で、あのほら、メガネかけた子いるじゃん。あの子、部長。アクちゃんね。アクちゃん。うん、が、なんか、キャンプ場の下見かなんかで一人でうろうろしてて、そのおじさんに会うの。で、わあ、すごいなーって見てて。たらおじさんが、こっち来なってこう手をビクイってやって。で、そろそろって言ってさ、で、お肉食べるかって、いいんですかって、お肉もらって、うまーってやってて、その、おじいさんだよ、もう、おじさんっていうか。あの子のおじいちゃんでしょ？そう。シマリンのおじいちゃんの。え、なんで知ってんの？キャンプ教えてくれたおじいちゃん。なんで知ってんの？シマリンは、おじいちゃんの影響でキャンプを始めてるから。話終わっちゃったじゃん。マリンと会ったの？何が？誰？アクちゃんとマリンとおじいちゃんと会ったの？会ってない会ってない。で、あそこは、そこの描写はないのだから。あの、シマリンのおじいちゃんだったんだみたいなのはない。わー、お腹いっぱい。結構寒くなってたね。終わったから閉める。まあ、火使ってなければ。閉店。